施工事例、朝日住宅。インナーガレージのすごい家。豊富な収納を備え、便利な家事動線を、住まいの周りに配置した平屋の事例をご紹介します。シックな色合いに、2階建て?と思うくらい屋根の高い平屋。側面に、シャッターと出入り口があります。正面から見えるインナーガレージが特徴。ガレージからつながるエントランスは雨でも安心です。スロープ仕上げも好印象。バリアフリーを実現するだけでなく、伸びやかな印象を外観にプラスしています。上品な印象のエントランス。素材の風合いが高級な雰囲気です。素敵な木の風合いがお出迎えする玄関。音響熟成木材の作り出す心地よい空気に満ちています。便利で端正な靴棚。木目が綺麗です。自然の素材はゆったりした気持ちになります。おそらく、と思って開くと、外につながる土間収納。こういうのがいいな、という気持ちを満足させてくれる玄関周りです。荷物の出し入れも、便利な土間の倉庫です。収納にも、幻の漆喰を施しています。いつでも心地よい空気環境を実現してくれます。リビングが玄関から見渡すことができないプライバシーを大切にした間取り。部屋の用途に応じて天井の高さを工夫しています。カウンター下に通信回線関係をまとめて設置できるスペース。モデムやルーターをすっきり配置できます。廊下を折れ曲がった先に主寝室です。和室は床面積の有効利用に便利です。音や視線を遮る廊下がプライバシーを高めます。朝日住宅の住まいは、吸湿性にも優れた音響熟成木材をふんだんに使っています。人にも衣類にも優しい環境です。収納から家事エリアへの便利な接続です。回遊性と家事空間の両立が魅力的にまとまっています。収納にも部屋干しにも使えそうな空間利用法になっています。お手入れも考えた床の仕上げになっています。空間活用にカーテンが合理的な選択。機能を絞ったコンパクトな脱衣室に仕上げています。洗面周りにゆとりの間取り。脱衣室の機能を分散して便利に使えるように考えました。鏡が空間の広がりに効果的に働いています。
ここに子供室というのが便利ポイント。猫さん用出入り口が各居室に。洗濯物が多いのは子供だからと納得。2つの子供室が並びます。それぞれ約 4.5 畳。サンルーム的な家事空間がここにもあります。マルチに使える家事エリアの印象です。ぐるっと回って脱衣室はキッチンの背後でした。住まいの真ん中にキッチン、回遊間取りになっています。インテリアの雰囲気を統一できる造作棚です。ちょっとレトロな雰囲気の可愛さがありました。スイッチ類も配置をよく工夫されています。カウンターの前に2つ目のガレージがあります。最初に通過した部分です。こうやって回ってくると関係性やつながりがよく分かってきました。この部分のポイントは眺めて過ごせるガレージ。 DIY にも便利そうです。ほとんど趣味の居室とも言えますね。高い天井高、プラス勾配の開放感が素敵です。採光も多方向で自然光たっぷりです。造作の書棚、コンパクトに大容量を確保しています。しっかりした作りで稼働もスムーズです。
心地よく過ごすために思い切った間取りの平屋。高い天井と回遊性配置。機能を選んで分散化した工夫。好きなことに没頭できる時間の住まいに仕上がっていました。